heaven or hell? Do a one. Let's rock. ファーストね、ファーストファースターファーストですよ。ポッティス。なあ。危ないですよ。ファースト先生も、ちょっとしゃべらないで。結構あと、アイテム強いっていうか、わりかしね、基本的にはチョコとか取られない方が辛かったりですよ。今回、ゲージ上昇量増えたから、ゲージ上昇量とか上に取っちゃっても構わないと思う。思うですね。てか、そうなんだよ。ちくわの性能は個人的にやめてるんだ。取られるとちょっと死が普通に見えるから、必ず取らなきゃいけない。女の子、女の子、危ないです。顔なり下がってねえぞ。だから俺的には回転率上げて物上げてるんで、まあ結局ね、まあね、その日頃の行いがやっぱ出るんで、人格者ですね。もうね、もうね、竿乗りって。うわぁ、どっかしょ、まあ、ちくわ本当にね、テンションパースマックスはやばい。ゲージ依存するキャラしないキャラ、ウルムの話じゃないんで、メガブラでもかかんない限りは、そう、ちくわ。ゲージ速生活はやばい。でもちくわギャグを俺まだ見たことないんだけど、なんか倒れてる相手に、倒れてる相手にちくわクラスの死者蘇生するって聞いたんで俺早く見たいんですけど、あれはシャドウホールやられみたいな感じで立ち上がると聞いたんですけど、見てみたいですね。危ないな、ちくわゲーですね。お前フィギュアとかが寝ながらチクワとかやばいよ、ね、いろいろ。いやだよ、その使用済みテンション上がるとか見たくねえよ。危ないですよ。お母さんのせいで悔しいって。もう最後チクワクワだから走ってくる姿も見たくねえけど、ね。嬉しいっつって、パーソン先生青ざめちゃう。ちょっと近くからでもそのまま食えよな。どんなドラス一緒に食ってるよ、あの、ハゲクラ。
チョコとかね、ドーナツだってテンション上がるんだったら変な薬入ってるの分かるけど、ちくわはやばいよな。あー、場所。いやー、ツヨシ頑張りした、頑張りした、シュー、補聴器になって逆立ちできるもん。ツヨシ逆立ち、うわぁ、ゲゲー手に当た、当た、当た。ニジュー、トゥルルルー、ニジュー、おのきにゅー。あー、そうか、ゲゲー、ツヨシ、今もらえます。あー、手出すごい。ニシド、どうだろうねちくわぶ？いや、ちくわぶっていうか、俺、ちくわとちくわぶの違いがっていうね。うまいうまい。まだな、ザッパさんがね、俺的にはメインシップでゴルフボール飛んでくるのがまずいね。プロゴルファー、猿の仕上がりですよ。やばいもんだって、あれ、高速移動してくるのにゴルフボールマジやばい。小麦粉なんだ。私たち練り物に関しては出してないからね。ロゴルファー猿って最近だったらクソゲーオブザイヤーにね、モモショウザイヤーまともにチョイスでもまともだったはずなのにってゲーム多すぎて悲しいです。そう、ウィーのゲームの話です。アホイエーきついな、体力がっていうモモショウ詐欺の話はやばいっすね。もう個人的にはそう、あんまり僕のゲームメーカーとか批判するのかもですけど、イメージどうなんだろう。花畑ついに勝った、勝利、ザ・勝利。あれ、無限くん、またブリジットなんだ。無限くんのジャスティスが見てみたかったっちゃ見てみたかったけど、惜しいな、これで女の子だったらな。竿生えてるからな。ゾンビ、なんとか優勝ガイドさんですかね。私、池袋リードでランパトとかが栄えるところに梅原ジャンソーで出して、よらんねー。ジャンソー行ったら梅原さんがおったで、メンバーだったから、あ、それ見てから本余裕なんすか、そう、うざいって。ケルクラギーがね、リンドバーグで4台だから3台ありましたよ。まあ、今の話はもう戻ってしましょう。ミカド、まあ、ミカド今、そうじゃなくて、まあ、ブラストシティぶっ込んだやつですけど、どうなんだろうね、リンドバーグとブラストシティのあの辺が。ね、サオさえねなければよかったんですけどね。危ないですよ、危ないですよ。いや、金髪キャラ俺好きだからさ、否定できない、気づいたら好きなキャラ大体金髪キャラだったっていう。まあ、さっきからね、ツヨシの拷問ショーが今見てたのこれ。ダー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 危ないですよ。48の敵だ。さあ、おう。まあ、まあ、AC でも、最終体力勝ちされちゃうとブリジットはきついですけど、無限攻めのソースで、ごまかしていただきたいけど、まあ、突き抜けてくるみたいな感じで、まず守りもできる素晴らしいプレイヤーだと思います。そう、やっぱ火力が低いからね、どっかで差し込んでいかないといけないとか言ってるうちに強さが勝ちそうだよね。危ないですよ、危ないですよ、危ないですよ。体についてもそういうのその変わってたみたいな。クリームします。どうしてもゲージやらの問題とか難しいですよ。難しいですよ、やっぱり分かんないってガードも強いゲームだし。ガバもあるっちゃありますけど、まあ、近いリターンでかければ積極的に使っていくと、やっぱりスレイヤーだ脅威ですし、ね、もし近場にハンカチあるから音吸収してくれてるかもしんないんだぞ。超カーマインさんかなみたいな。そうだね、革命みたいな感じ。 AKB 俺分かんないんだよね。ただヤンジャンでたまにくる
白田真理子がグラビア出てるよぐらいしかわかんないですね。確かに映画っぽい。なんじゃあの、近年あの、カンメイが死んだっていうね、あ、そんな感じでしたっけ。それぐらいの最近読んでねえな。ヒギロック面白いですよ、ヒギロック。っていうか、中編、あの先に今、中2キャラしか出てこなかったような気がします。顔か、確かに貸し顔かかっていい。テイガーさん、そうじゃ存在自体はテイガーだから、リンネっていうか、これリンネってキャラか分かんないですけど、なんかすごいパンピー臭のするキャラがいて、なんか中かなんか持ってキャラじゃない、それ。なんかあれ、モータルコンバットにストライカーさんっていうね、明らかに一般武装スタンガーとか警棒とかで武装してるやつが、あー、かっこいいショーショームービーだよ、みたいな、今。まあ、おい、鉄燃やされてたからね、バーニング鉄されたからね。で、それで、こ、鉄にテンション、出会いが、出てる。噂もやっぱ見てないんですけどね、なんかぽいことやってた人みたいですけど。バーニングされそう、ぜひ、ロケット花火が待ってるんで。ロケット花火が。行きますよ。こっちでスーッと降りてくるのがね、降りてる。こっちのそれ、我々は限界ラバーで刺さってできるやつかな。そうですけどね。できればマイシプラス一人はなんか、今回は空襲モードあんのかな。なんかあるかな。あかんのは調子の顔だからな、要するに恥ずかしいだろ、やめろよ。確かに決勝に。あ、バスーっていって。うん、まあね、走られたら大きくするの全然いいよ、いいことだと思うよ。別にガードバックちょっと見なかったのがあったんですけど、まあ、これぐらいで、やっぱり馴染みだって辛い思いしてからはね、相手捕まえた時の気持ちよさがね、ないとね。これ、前者がちょっとね、地面鳴らしてるだけで相手が死ぬっていうね、よくわからない現象がね、畑を耕すっていうね、まあ、アバも畑耕してましたけど、前足がやばいと。ライフォンがガチにちょっと足、沢生えてるからな。トラックにさっさと爆発スクリーン外せばいいのに、宇宙推進じゃないから早く出して解禁するんだ。1号レイいいじゃんか、レイに始まりゲーム終わる、素晴らしいと思います。もちろんこいつカテゴリー的には腐れ魚の中盤の並みカテゴリーなんで、はい。あいつ、あいつ頭下がりになってて、まあ上というかしょうがない。そこもお、ヒートエクステンド、ゲージャーファルク、何やるヒートエクステンド、ダウン取ってプレッシャー、お、ゴーインのブロス、鉄の話を押せ。よーし、ウーゲン君ゲームしよう。通信の言うところ格ゲーしようぜ。相手を殺すじゃない意味と変わんないんで、めっちゃひどいですね。ひどいやつです。ウーゲンほぼじゃないよ。インド人クローマル、インド人を抜きに。何なんすかな、私鉄板でも仕込んでるに違いねえ。また強しかも連戦の試合っては時間いっぱいまでなっちゃうな。てか体力負けすると辛いやつだし。
ジョニオさん今日おらへん。これはどうだ。あ、そうそう、判定強いって、まあ、行かせちょっと申し訳ないですけど、ブリスト側の知識が自分に少ないんで、なんですけど、ぜひガードバランスにシステムがある以上、ガードしてから死んでしまうんで、はい、ほい、はい。これ、これ。あキャッチアンドリリースは大切なのは勝ちたいという意思ですね。ピピ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 オーバーの精神ね。ロブですよ、ロブ。大丈夫ですね。当たったらどうするんですか。まあ、これが来るだけですね、スタンドっていうか、まあ、前作に置いてきてしまったんで。もうやめて、キヨシの財布の中身はゼロよ。やったです。じゃあまあネットワークなんで、あれですね。まあバグとかあったら、すぐ直してくれそうでいいですけど、結果出したらさっき言ってたアンダーナイトイグラスが今日の A パッケージ。調子100円払って1回間買うゲームは調子慣れてますからね。やはりまずなのかもしれません。そういう考えあって、キャラによっては。俺からでもちょっと取ったんですよ。今絶対これだよ。行きますよ。おりえ、だからね。なんだ今はさ。行きますよ。当たったらどうするんですか。強いよ、判定のまとまりだもん。うわぁ、どうしようなんでしょうね。動きあるといいですけど、この AD 男子、今回セガンからのセガンでかい手が開いてるからいいですね。てかまぁ、あ、どんなことでまずお前ら敗戦だ。敗戦しに行かせてください。ガードはいいぞ。みんながきっと金を入れてくれば3本してくれるかも。倒してくれるかも。スターシップはきっと職人ならではの経験と実績のスターシップ、操縦権が必要だと思います。1位とも1人、まあ、曜日ちょっとなのでやっぱり1人の時、まあ、曜ないし木曜ないし土曜の方がいいかもしれない。いや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 、格闘ゲームっていう文化をやっぱりね、外に出してるっていう発信元じゃないですけど、動機はなんだかんだ言って、やっぱね、文化としての仕掛け作りが大事だと思うので、日本でそういうのはゲームでやっぱメジャーになってくれたら嬉しいなと思うので、ただね、やっぱでかい大会で、普通の人たち、普通の人って言い方おかしいかもしれないですけど、一般に認識されたらなーっていう。ヘレヘレ、たとえそうで、攻撃、フリスビーもあるぞ。一分か。そうだね、お前ら足に一丁だけど、あんまり変化しないんだなっていう感じですね。もし、まあ、家庭を暗黒的に持っておいたら、そうでは、ジャンルが違う。ね、お剛のぼかされてるシーンを持って、今回の放送終わりかな。味方で攻撃やろうぜって恐ろしいこっちゃです。あれあれ、うーんね、時間がね、もうね、半回ってきそうですよ。どっちもやろうだろう、無理の、無理のこともやろうだろう、やろうだろう。味方だとワシスプレーだから終わらないんだろうね、3撃。
押すんでいくか。来ますよ来ますよ来ますよ。